どうも、ボビー・アートレザーのボビーです。えー、6時になりましたので、えー、ライブ配信を始めたいと思います。えー、今日はですね、えーねえー、<laughs> スイッチが入ってなかったりとかいろいろわちゃわちゃですけどね、あのー、ボビー・アートレザーのアトリエからライブでお届けしております。ねえー、今日はあ火曜日ということですね。えー作品の話でね 作品の話とということで,ですねレーザーキャスケットについて、えー、お話しさせていただきたいなと思います。まあ、軽くですけどね、えー、<ん>まあ今日はだからその1ということでね、あのー、たくさんあるんでね、あのーまあ、今日は軽くねご紹介程度にサクッとね。あのー、ボビー・ヤード・レーザーが、えー、まだあ、ね、ボビー・ヤード・レーザーと名乗る前からですね えー、実はあのキャスケットはね、えー、作ってたんですね。でもうかれこれ十数年作ってますけどあのー、何個作ったんやろうね,ねもう信じられしもう自分でも年間ねこうちょっとずつですけどねそんなことしてるうちに、えー、バリエーションが増えたりとか。うん ししてきました、ねうん、もうこれはもう皆さんのお,おかげですね出会ってきたご縁のおかげで、えー、いろんな、えー、バージョンというか、あのー、なんかねいろいろ、ね、種類が増えてきましたね。まあ、こういう感じでね、えー、少しずつねもう、あのー、全国津々浦々のねまだ実際に、ね、こお目にかかることも ない方でねあの僕のことを何かで知っていただいて、えー、ご連絡いただいてもう本当にね、えー、その一つ一つのね、えー、積み重ねでなんかがなんかこう歴史が作られていってるようなそんな気がします。もう本当に最初はねあのレーザークラフトを始めた時にいろいろんか作りたいものとかあるじゃないですか。で本当はまあ 帽子もずっっとと好きだったのであので身につけるものとか、ね、もう革ジャンにしろズボンにしろあそういうものがね本当作りたかったんですよ。でまあ,あの革細工の本とかあるじゃないですかそういうふうなとこ行ってもあの <laughs> ね財布とかあーカービングとかあバッグとかなんかろうけつ染めみたいな,な,ん,かなんかちょっと色をねこうするような革に。 そういういのはねあのよく本とか売ってたんですけど僕が作りたいものとか目指したいものっていうのはあレザーの本になくてですね、えー、裁縫の <laughs> ところでねいろんなあのことを資料かなあの型紙付きのものとか、ね、あのシャツの作り方とかあなんかあるじゃないですかとか帽子の作り方とかあそういうふうなのねそういうのを見ながら えと作り方とかは、ね、違うんですけどもどういう仕組みになってるのかなということはですねもう全部独学でですね <laughs> えやっていきましたね。うん、であのー、僕の,おであのこういうレザーのねこういうハンドステッチのスタイルね好きな方やったら多分ご存知だと思うんですけどもロバート・ワーナーなんですねあの世界で一番ねもうジャイアントっていうかあもう神ですね。<laughs> えとそのねロバート・ワーナーの,あの彼のなんていうのねもうはあの帽子とか作ってたりしてたんで昔あのフリーイージーとかそういう雑誌とかね読んでたんで知ってたんですけどでその時に、えー、かっこいいなと思ってねなんか僕もあの自分で作ってみたいなというのがずっとあって。 そのなんていうんですかね海の向こうの世界の感じだったんで、えー、そういう憧れだけで、えー、自分で、えー、あの型紙を考えながらあやってたわけですよ作ってきて、まあ、今もその作り方のままずっと来てるんですけどねもうあの本当にねあの認定ひなりというか、うん、でだいぶ経って からですね、数年後ご、ね、ロバート・ワナーご本人が来日されて当時2008年、えー、12月8日ですよ。<laughs> 今でもその時に初めて、えー、生で <laughs>。 見てあの全然ちゃうんよね <laughs> 作り方も全然、うん、なんかもう僕の方がちょっと面倒くさい作りやり方で、えー、作ってましたけどねまあそれはそれでもう僕もそれで体で覚えてるしまってることやし、うん、今更ねあれやからあのそのままずっとそっから自分のやり方でですね <laughs> やってますけどねで、うん、その当時、えー、なんかこの巡り合わせかなと思いながらね、うん で僕は革ジャンをですね当時オ、えーダーしましたね、うん、すごいワクワクした記憶がありますね、うん、でまあそんな感じで、えー、キャスケットをね、まあ、あのずっと作ってきてで大まかにはですね今今日かぶってるのは六はぎっていってね、えー、このこ,これあれでしょうこれこれこれねこれクラウンっていうんですよこうね これが6枚なんですよね野球棒とかそういうのは大体6履きが多いですね。とかほんでこれがブリムっていうんですね、うん、これちょっとこう長,長いつばの感じでこのバランスがちょっと個人的にはあ好きなんでねかぶ、えー、<laughs> ってますけどね、うん、まあハット以外の時例えば、えー、ヘッドホン着せないかの時ねあのライブ配信の時に、ね、あのヘッドホンしながらあの音を聞きながらあ演奏する時にあのハットじゃちょっと具合悪いんでね。うん でまあベーシックな感じのは僕の場合はですねボビアトレーザーの場合はこの「はちはぎ」っていうですね、うん、えこ,のこのウニのバフンウニみたいだけどねこれこ,うこれも僕の10年以上被ってる私物ですけどこれも一応鹿革のね革で、えー、これもこれ8枚あってでこうクラウンがあってねで、まあ、このタイプがあまあ 僕もこれしょっちゅうかぶってるんですけど、えー、ベーシックな感じでボビー・アートレザーは大体これで、えー、始めましたねでえっ、ー、とですね初期型はねあのクラウンが大きいんですよこう,こ,うこういう感じかなわ、うん、かりやすく言えばあーあの <laughs> スーパーマリオの感じかな、うん んな感じのちょっと大きめな感じ大黒さんのような感じになったりとかね、まあ、いろんな被り方ができるんで、まあ、それはそれでまた次回お話しさせていただきますね、うん、あのでもまあ同じこれサイズのねあの遠いっていうかこれ頭のこの、ね、頭のこの寸法は一緒なんですけどもこれぐらい離れこれぐらいの違いがありますねはい、うん、ねそんな感じ <laughs> えっとね、右側のがこの赤いステッチの入ってる方がですねまあもともと僕が作ってたパターンだったんですね。でまあ左側が、まあ、さっきお見せしたパターンのーキャスケットですかね。で、まあ ちょっと小ぶりな感じはしまますけどね、まあそれはもう好みで大体こう挑発の方っていうかロン毛の方は大体ねあの大きいタイプのバクッとこうザ,ザクッというかなかぶってますね、うん、でもこのブリムっていうんですかねつばのところねがちょっと長めっていうか大きい感じのさ,さ,されてますねまあその逆のパターンもありますけどねその短い方のつばでいこうかとか。うん バランスはどっちもまあかっこいいんでね。うん、でそんな感じでね大体その2つがベーシックで、えーまあ、ジョーっていう名前を付けてジョニーかないう名前を付けてますねもう矢吹ジョーみたいな感じで知らんかな昭和の人あこれご覧の方は大体昭和生まれの方が多いんでね、えー、僕も大好きな明日のジョーのね矢吹ジョーみたいな感じのそんなやつも作りましたねそれであのこうハンドセッチャーけどね。<laughs> でねあとでまあほんでまあで、まあ、バリエーションね簡単に言いますよ大体いいね素材はね、えー、鹿側とかそういうちょっと柔らかい感じのくたっとなるような感じかなそういうふうなのがあ多いですね、うん、あのこれまでもうんで、まあ、先日作らせていただいた、えー、サメのシャークは若干ね 腰があったんで、えー、馴染むまでは大変あのこう育てがいがあるんですけどね。うんあのカチッとしてしまうんでどうしてもでこういうもうほんまにクタクタなこういうねうんあのレザーが合いますね。うんこ,ここにもおねありますけどねこれはこれはあのおブラウンのタイプかなこれディアスキンですね、うん、これはあのネットショップであのポジット でまあ忘れた頃にこう <laughs> あの嫁入りっていうかあのねあのなんていうんですかかぶっていただいた時にねあのアトリエにお越しいただいてその時にあのパチッとはまるんですよねピースがこうパズルのピースがはまるかのようにね。 うん。でやっぱりその被られてる姿とか見たらやっぱり似合うなって感じでいつもこう感動すら覚えますね。うん。そのその方と出会うために、えー、このキャスケットは回ってたんやろうなと思って。うん。いつもそれは感じますね。あのそういう感じでねあの大きめのねパターンのね、えー、何個か置いてたんですけど。あ 旅立ちましたねその方に、まあ、今も大事に、えー、被っていただいてるんかなとは思いますけどね、うん、やっぱりこうね、えー、ずっとなんかこう大事にこう相棒のように、えー、クタクタになるまで育てていただければなと思いますね。でまああのボ,ボタンとかがね、えー、こんな感じでね ベーシックなタイプはこのコンチョボタンですね。このこれはあのオールドコイン昆虫ンっていうねアメリカのコインのね、えー、をですねこう叩いて、えー、輪っかつけてね、えー、ボタンにしてるんですけどね。うん、これアメリカのですね。はい 最近、まあ、今でもあのこれは手に入るかな。やっぱりあのもう作られてないもんなんでね、お金自体はね。うん、か球数は減っていってるやろうけどね、まあ、あのこれやったら、まあ、割とね、えー、いい感じかなと思いますね、うんまああの。迷ったらこれ、迷ったらこれって感じかな。あとはですね、あのこれ、えー、鹿の角ですね。のこの鹿の,このディアホームボタンですね。ここ見えますあ、これ、これ、ね。 えっと <laughs> これね「ディアフォーンボタン」ねあのこれはねちなみにねこれはねえー、僕の地元のですね小豆島っていうところなんですけど、えー、それでですね、えー、小豆島のねえー、鹿の角をですね、えー、譲ってもらってそれでですね僕のお,お世話になっているティーコさんっていう方がですね、えー、機械でカットしてくれてですね であの穴開けてくれてであとは僕があこうヤスルで磨きながらですねこれ作っていくわけですねこれもあのハンドメイドですよ。<laughs> ねえー、やっぱり鹿側にディアスキンに鹿、ね、の角いわば鹿はあ合いますねな,なんかしっくりきますよ鹿、うん、は、うんま、これはちょっとね違う,う素材なんですけどね、うん、スウェードなんですけどね。であとはもうこれですね、あのー えー、ボビー・アートレザーのこれはあのー、真鍮ですね。ブラス。ね。真鍮。オリジナルロゴのね。えー、こ,これが今ついてますね。こうした方がいいかな。うん。これね。うん。これをね、希望される方も多いですね。で、あとはですね、えー、こあ,あの、これは見えるかな これダイヤモンドパイソンですけどこれをねあのボタンにしたものをですねこう上にのっけてそういうパターンとかねあのいろいろバリエーションをですねつけて、えー、いってますね。これが定番、まあ、っゃのは定番ですけど <laughs> まあ,、まあ、あの根は張りますけど多少これはあのボビーアートレーザーのシルバー根性ですね。うん あのこれはあ僕もねあの完成した時は嬉しかったですね自分のロゴマークをー根性にねできたっていうことはねそれもシルバーのね、うん、そういうふうなあ,あれはあ感,感動した感じはありますね、まあ、そういう感じでですね、えーまあ、こういうかあのまたあの URL ねフェイスブックの方は上側になるかな。 YouTube をご,ご覧の方は、あ下側に、えー、リンクね、はあの貼らせてもらいますのでねあ、こんな感じでなんやなということですね、ブログでこうめくりながら見ていただければなと思います。で、そんな感じですね。はい。えー、っと、お <laughs> 徳山さん、お疲れ様です。いつもありがとうございます。えー、お疲れ様です。 えー、キャスケットとある縁があってボビーのキャスケットを入手。あそうなんですね。あそうなんですか、えー。ボビーのホームページのおー赤い彗星が好きやな、ね、あなるほど。あれはね、マニアックなレザーなんですよ。あのー、赤のね、赤のキャスケットをね、えー、当時作ってね、うんえー。僕のキャスケットはあるわけですね。さんね、あの 紛れもなくこの大阪のこのね下新庄のアトリエから生まれてるものなんでね,、うん、<laughs> ねあのいろんな方を経由していってるんかな、うん、まあそれはそれで、えーね、あのこうやって、えー、なんていうのなしっくりくる方にかぶってもらうのが最高ですね、うん、あの本当にね嬉しいです。 もしね、あのこのご覧の方ですね、えーまあ、こういうボビーの配信もおもろいなという方ですね、ぜひこのハートマークをですね、バーッと連打してやってください。うなずきの代わりにね、おうおうおおって感じで、うん、まあ、よろしくお願いします。ね、そんな感じで、えーまあ、今日はあ、ね、キャスケットについてね、サクッとお話しさせていただきました。ねえー、まあ,あー これもキャスケットもその年長年作っと創業以来ね創業前から作ってきてえまあこれからもね,えね作らせていただこうかなと思いますしねあの常にねあんまり在庫を置いてないんでねもう本当にあにオーダーのね作品の合間があればね作ったりもするんですけどサクッと作れなくてね意外に時間がとかいろいろあるんですよ <laughs>。 僕が遅いわけでもないと思うんですけどねま,まあまあ,あの集中してね、えー、全力で、えー、全集中ですかねそれでああの制作はさせていただいてますんでね、うん、でまあこういうね隙間隙間で配信も失礼な話かもしれないけど、まあ、こういう時間もねもう、えー、けて <laughs> あとまあ,あのブログの時間ももうけて,ていう感じでその、ね、間間で、えーね、また。あ あの大きめのクラウンのねキ、えー、ャスケットとかねいろいろ制作させていただけたらなと思いますねえー、今日はあまだお付き合いありがとうございましたまたね明日はですね、えー、制作の話かな水曜日なんでねあのー、うーんどうなんでしょうかなまあそうやな楽しみにしといて <laughs> またあのー 面白いおかしくいろいろ写真とかをままま交えながらあお話しさせていただいかなと思いますそれではまたね、えー、お付き合いいただければ幸いですまたあーこのーね YouTube チャンネルもおやってますしねこのアーカイブをね YouTube チャンネルに残しておりますしねインスタグラムね最近ねリールっていうのをね試してみてまあまああのお ちょっと勉強中ですけどね。うん、またあのこれねあのスマホを使いながら操作するのがもうなんかねあのパソコンで慣れてるんでねちょっとあの <laughs> 気が重いんですよねこれねそうそんなこと言っちゃあかんしね。うん、<laughs> でまあ、あとツイッターね、えー、ブログ更新しましたとかいろいろ思うこととかをね情報をですね、えー、流しておりますんでね。 ぜひ、えー、チェック、要チェック、お願いします。それではまたお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね。バイ。